おお。どういうこと？はいどうもポニャです。今日もギルティギアやっていきたいと思います。レベル高いですね。ミリアの方ですね、よろしくお願いします。初級者講座の方めちゃくちゃ遅くなってしまって申し訳ございません。今作ってるんですけど、結構悩みながら作ってるんで結構時間かかっちゃってるんですよね。そういうのが終わったらキャラ隊の動画とかも結構作ってほしいという声がねありましたんで、そういうのも作りたいと思いますんで、できたらそちらの方もご視聴よろしくお願いします。さあレベル高いので集中していきましょう。勝ちたいですねここは。あーこれ強くなったよな。裏に勝利、オッケー。おおマジか、これは結構減るんじゃないですかね。そこまでか。あんましょうがないですねこれは。割れてしまうんですが、まあ割れたところでね、あのこのぐらいのミリアの体力なら一発で持っていけるんで頑張ってね。いったでしょ、これ一発で持ってく。コンボミスか。ごめんなさい、コンボミスをしてしまいました。でもでもディッパーが強すぎる。もう怪奇スクじゃなくてスタンディッパーってキャラの、キャラじゃねえ、キャラ名前なんでこのキャラは。あーこれ前 P 良くないな。いやちょっと安いな、安いけどまあまあ。ほっ、おお直打してる、えらい。最近ディッパーを直打する人結構増えましたよね。ちなみに今のバーストガードはまぐれです。あ美味しい、これは終わりましたね。最近ディッパーじゃなかった、エクラか、エクラを直打する方増えてきましたよね。対戦しててめちゃくちゃ思いますね。嫌なんですよね狙ってくる方。まあでももう皆さんね、そんぐらいの攻略の連動になってきてるんでね、自分も負けてられないですね。直が狙えるとこはガンガン狙っていきたい。ほっ、オッケー、読んでいる。やっぱこれ2敗対空が良さそうですね、こういうの。あー漏れた、これ2敗です、本当です。あんなことからチャージやらないよ。おお、なんだこれ、ラッキーラッキー、今のはラッキーですね。運び性能が本当にすごいなこのキャラ。ごめん入れ込んだ。あー禁止対空、ミリアの禁止って結構上に判定広いから対空しやすいんですよね。ちょっと怖いんでガーキャン、うおーマジか。たまーに出すガーキャンを読まれてしまった。めったに俺ガーキャン使わないんですけどね、たまーに使ったところをたまたま読まれるという。あ見えない、頑張って今裏ガードはできてたんですけどね、表ガードで崩れてしまった。開幕どうしようかな、後ろ歩きエンス。ほっ、そうミリアのエンエスがね、カイのエンエスより長くなったんですよね、アップデで。本当に地上戦が強いキャラになりましたねミリア。結構地上戦ミリア嫌ですね。あんまり地上戦してくる方いないんですけど、やっぱ2敗で良さそうだな。ちょっとここは安定のディッパーで、もう一回2敗。おお、マイピーか、なるほど。どうしようかな、長いマイピー、あーほんとマイピーダメだなこれ。うお見えない、うっやばいぞこれ。オッケー、バーストガーキャン読まれましたね。いやーこのガーキャンやだ、マイピーオッケー、まだまだなんとかなる。うわキンマ、うわマジか。よくガードしたな今のキンバ。あれかな、自動ガードになっちゃったかな、もしかしたら。その可能性も高いですね、たまたまガードされた可能性も。まあ、でもマイピーじゃなくてこう2敗するで対空してれば結構良さそうですねこの方は。あやった、クセのマイピーやっちゃった。これおーおー、ちょっとラッキー、ラッキーが多いな。ユーリフレ立派、ほいほい立派、おー全部ガードする、まずい、俺のゲージ全て立派に消えた。これ裏昇竜仕込みです。ミリア戦はね裏昇竜仕込みとかやってます。こういうのもキャラ対動画で出したいですね。あー 2K 届かんか、ハイスローだったかな。裏昇竜、あーこれファジーミスですね。本当は裏昇竜仕込みで下段もガードできるんですが、よいしょ、あちょっと待って最悪のミスした。うわーこのコンボミスはでかいぞ、飛んだら2敗やろ。昇竜、うわーマジか、
まずいよこれ。まあまだ死なないんですけど、死なやすなんですが、おお。どういうこと？今の金 S なんだ？案外回の金 S って判定強いんですよね。え、それ落ちるの？みたいな。結構落とせたりしますね。おいしい。爆捨てかな？しないか。あ、これファジしてるみたいですね。下段刺さるかな？あ、マジか。暴れるか。偉いですね。偉い暴れだ。2敗したら、お！今度マイピーじゃないとダメな体育してきましたね。読み合いになってるな。飛び潰し。ああ、うまい。飛び。ほっ、オッケー、おいしい。ダウン取れたのでかいよ。さあ、ダウン取れたのでかいよ。飛ぶミリアにはフードルもありです。よし。これは取ったな。あれ？なんかダウン落ちになってましたね。危ねえ、危ねえ。結構飛んでくるんで、ミリアって。こっちが何もしてなくても、手だとかで突っ込んできたりするんで、フードル置きとか結構機能します、ミリア戦は。ということで、以上、今日の動画になりました。ご視聴ありがとうございました。